新型コロナウイルスの名称が WHO の方から出てきました。COVID の19というものですね。で、この、ウイルスですが、コロナウイルスです。で、コロナウイルスは、人間の風邪の 50% はコロナかライノなので、よく知られているウイルスの、グループ内には入っています。で、今回のコロナウイルスの遺伝子を読んで、どういう、ものなのかを調べてみましょうというのがよく、研究されています。で、ランセットの方で、1月29日、2020年の1月19日、29日に出た論文に、そのコロナウイルスの遺伝子配列というのが出ていましたので紹介したいと思います。で、遺伝子は、4種類の ATGC というこの4種類の組み合わせによって遺伝子が決まっています。で、わかりやすいように日本だとあいうえというふうに考えていただきます。なんで、遺伝子配列を読むことによってどのようにウイルスが伝播したかというのは計算することができます。例えば、あいうという、配列がありました。で、これ遺伝子で、まず、あいうからあういというふうに変わっていきましたと。そしてそれからあういからああいというふうに変わっていきました。で、それからいあいというふうに変わっていきました。で、いきなりあいうからいあいにはいかないので、こう一個一個こう、順番をたどっていくわけですね。で、調べていくと、あいうというのは福岡にありました。ね。で、あういというのは広島にありました。あいというのは名古屋にありました。で、いあいというのは東京にたくさんありました。というふうに考えてくると、あ、いあいのものというのはもともと福岡から始まったんだな、みたいなことをこう調べることができるわけです。で、そういうような調べ方で、一体このコロナウイルスはどこから来たのだろうかというのを調べた研究です。で、テーブルがありますが、これはファイロジェニックトリーというふうに言って、系統樹というものですね。遺伝子を、あいうとかそういう短いだけではなくて、長く読んで系統樹を作っていきます。これコンピューターで簡単にもすぐに出るようなものがあります。で、真ん中の方にですね、2019NCOV というのがありますが、これがいわゆる今回の COVID19、新型コロナウイルスです。そして上の方には、SARS というものがありますね。そして下の方には、MERS という中東で流行った中東の肺炎があります。そしてもっと下の方行きますと、いわゆる風邪のウイルスがあります。で、これで見ると分かりのように、新型コロナというのは、バットですね、コウモリに一番近かったという